はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この HG のガンダムですね、021番のガンダムと同じものだと思われる、ガンプラスターターセットに入ってるね、ガンダムですね、改造かっこよくね改造できないかということでリクエストいただきまして、やってる第2弾ですね、前回まででね足の延長しております。これ両足と伸ばしております。このね、前回の動画だとね、この内側というかね、関節のケースみたいなね、この薄いグレーなのか緑なのかわかんないですけどね、こういう緑なのかわかんないですけど、これのね下側に2ミリ、スペーサーというかね、こういう余ったポリキャップを2ミリぐらいに切って、はめます。そして足首に1ミリ切ってはめますという感じでね、延長簡単に延長できますよとやったんですけどね、見栄えを考慮してね、下に2ミリ入れるとここにね関節のこう隙間できましたので、上に1ミリ下に1ミリでね分けてみました。足首は一緒です。そうするとこんな感じでね、保持力も関係なくというかね、落ちることなく延長することができましたんでね、リクエストとしましては太ももの延長と胴体の延長、そして顔のシャープ化ということでね、リクエストいただいたんですけども、今回は胴体の延長ですね、簡単に延長できるようにというね、ちょっとおでこの赤いパーツなくなると困るので、横に貼ってますけども、この定規ね、出てるのが、ここはどうしてもね延長するとプラ板をね貼らないといけませんよということでね、内部パーツとしましてはこれの中にね、こういう、ここにはめるね、はめて隙間できてもおかしくないようにね、見えないようにというパーツがついておりますのでね、つけるんですけども、今回はこの赤いところね、簡単にということですのでね、プラ板で延長って簡単かって言われるとね、そうでもないような気もするんですが、一応簡単な感じでね、やってみようかなと感じですね、今回使うのは1ミリプラ板ですね、こんな感じ。まずこの赤い部分ね、外していって見てみましょうかね。はい、私連邦軍製のね、パーツオープナーと言われるね時計の修理道具ね持ってるんですけども、はい、100均で売ってましたね昔ね、時計修理みたいなね、いいよ、これ難しくするんであれば、ここ一旦ねこの くびれてるところね、一番くびれてるところで、切断して、コンマ5ミリ上にコンマ5ミリ、この間にコンマ5ミリ下にコンマ5ミリでね 1.5 ミリ、 1.5 センチ、1.5 ミリですね、 1.5 ミリ、延長するっていうのは多分バランス的にはねいいんだと思うんですけども、簡単にということでしたんでね、今回は下側のみに2ミリやってみようかなと思います。それによってね、横幅、いつもね言うんですけどもね、ここがねこんな感じで下に末広がりになっておりますので、このまま2ミリ延長するとね、胴体がちょっと横に広く見えてね、ガンダムのアニメ、版のプロポーションに近くなるんじゃないかと思っておりますね。胴体の横幅マシンね、いつも使ってる技法で、ね、やってみようかなという感じですね。大体でね、このぐらいかなっていうね、感じで、カットしてまいりましょうかね。はい、プラ板ですんでね、そんな難しくカットするのもね、いい加減な感じでやって大丈夫だと思いますけどね。はい、軽くねこんな感じで、ここまで大きくは区切らなくてもいいんですけどね、本当はね、はい、こんな感じで筋入れていただきまして、カッター引くときは本当はねこう横にやらないで縦に
った方が精度出るんですけどもね、まあ、精度のいるところではございますので、こんな感じで何重かね切り込み入れるとね、手でこんな感じで割れますんでね、まあ、さあここからね、ここにパッパッとつけていきたいんですが、これね、C 面処理がここされております。こうなって外側に広がってから下のね、ここちょっと C 面取ってあるんでね、この C 面を消すのに一回やすっていきます。なのでね、2ミリプラ板、1ミリプラ板2枚貼って2ミリなんですけども、ここをねこの C 面ちょうど削るとね、コンマ5ミリぐらい削れると思いますので、なので全長で 1.5 ミリぐらい伸びればいいのかなという感じですね。私こうやすときいつもリタックスティックね、これ、使ってるんですけどね、精度出すのにすごくやりやすいね、こんな感じで平面削るのがすごくいい感じの道具ですんでね、いつも使っておりますけど、スポンジヤスリとかどうですかってよく聞かれるんですけど、私スポンジヤスリ持ってないんでね、プラ模様はですね、もちろん 3M のスポンジヤスリ持ってるんですけどもね、それはまあラジコンのシャフトを磨いたり丸いものを磨いたりするときにね、使ってたんですけども、それもねどうなんだろうということで最近使ってませんけどもね、スポンジヤスリやはり精度出すのちょっと難しいかなと思います。スポンジがへこむ分ですね、難しいかな、私の技術ではちょっと難しいかなという感じがしますね。プロの方とかはねよくスポンジヤスリでね精度出されてるんで、すごいなと思って見てるんですけど、あんなねこう柔らかいもので、精度出すって相当なね、スキルだと思いますんで、ね、尊敬しますね。すごい、やはりプロという方がね、私まあ模型やっちゅうだけでね、プラモデルもプロではございませんね。ラジコンはプロでやってましたけどね、ドライバーもね、プラモデルはね別にプロというわけではございませんのでね、やはりねプロモデルすごい技術ですね。まあそのぐにゃぐにゃ面がね、これだとギュッと押さえつけてもね、面がまっすぐのままね歪むことはないんですけども、スポンジヤスリとかだとね、中にクッションが入ってますので、あまりグッと押さえつけるとね、湾曲してね、精度出ないと思うんですね。そして、その、ザクの肩アーマーとかもね、結局、ね、こういう継ぎ目があるところをね、スポンジヤスリでするといいですよって言って、プロの方はよく言われるんですけどもね、ギュッて押さえつけ、その押さえつけ方でスポンジのへこみもね変わってくると思うので、そこら辺の調整ちょっと私見えないとよく分かりませんね、よくこうねできませんのでね、スポンジヤスリちょっと使いませんけどもね、まあスポンジヤスリの方が簡単ですよって言われてる方もいるんですけどね、私は難しく感じるのでね、買っておりません。 3M のねスポンジヤスリはもうてるんで、それでやってみたところ面が出ませんでしたので、ね、プラ模様のスポンジヤスリは買っておりませんけどもね、まあ、プラ模様も 3M も多分一緒だと思うんですけどね、 3M ってすごくね使いやすいね、テープとかねいろいろ出してるんで、まあ皆さんもね使ってみたらいかがでしょうかという感じはしますけどもね、まずはね、ここね棒がありますんで、そこのね、穴開けもう大幅に、ね、穴開けします。これ3ミリピンバイスですね、まあ大きめにね切っていきますけども、プライベートでするときは定規とか使いませんけどもねもうカッターそのままピーって引いてね、まっすぐ切れなくてもいいところなのでね、一応ねもうピーってやってやりますけども、皆さんはねお見せしてるんで、ね、定規使ってるだけなんですよ、はい、こんな感じでね、でこれ穴ちっちゃいじゃないかと、まあギリこれ4ミリかな、
はい、もう通らないね、はい、そういう時どうするかというと、私いつも使ってますね、タミヤ模型さんから発売されているラジコン用の部品ですね、あの工具ですね、ボディーリーマーというやつですね。ボディーリーマーで、穴を広げていきます。これ TRF って書いてますね。タミヤレーシングファクトリーってチームがね、あります。そしてブランドもね確立されて TRF ブランドとしてね、レース用のものとかいっぱい出してるんですけどもね、はい、これね毎回言うんですけど、ここにね、インチの表記とミリの表記がこちらありますんでね、だいたい4ミリにしようかなとか6ミリにしようかな、まあ5ミリにしようかなとかいろいろできますんでね、はい、便利ですんでやってます。まあ僕は別にあの4ミリちょうどにする必要はありませんので、ね、ちょっと大きめにね、はい、穴掘りでいきます。はい、今ちょっと刃を触ったように見えますよ。刃は触ってませんけどね、このプラの材料を取っただけですね。こういうあの刃物はね、人の油でも錆びますんでね、あの手の油がついたらちゃんと引き取ってねメンテナンスしてくださいね。あ、こうすることによってね、あえてくっつけるとかできます。はい、くっつけてじゃあ行きましょう。2ミリ貼り終わってね、ヤスリで削ってみました。モールドとかのねこんな感じで、入れております。まあねちゃんと乾いてからねまた仕上げしますけど、こんな感じで、やってしまえばね、胴体の延長簡単、まあ、プラバーってね、はい、ちょっと作業に慣れてる方であれば簡単にできる方法だと思いますんでね、はい、チャレンジしてみてください。そしてもう一つね、ちょっと私気になってたのはねこうねこうつけた時に、もうすごくねまっすぐ、姿勢のいい感じのガンダムになってましたんでね、これこの棒ね、接続棒ですねをここにね、ちょっとこう色を変わってるところにね、流し込み接着剤これちょっとね、塗りまして、そしてこういうラジペンね、これはここがねギザギザついてないラジペンなんですけどね、これでちょっとずつこう曲げていってね、少し、これがねこう前にこう倒れるようにしております。それでね表情付けできてさらにかっこよく見えるんではないかなと思っております。では早速組み立てていきましょうかね。はい、ここら辺もね、あの隙間空いて気になるよっていう方がおられましたね、この下にこの青い方にもプラ板貼ってね、処理するといいと思います。はい、まあ組んでみて全体の、ね、バランス見て、まあここをねへっこんでねやってるやつやってるキットがね多いんで、はあ、いいかなと思ってそのままに、ね、今回してますけども、気になるようであればね、私も後ほど気になればねプラ板貼ってやってるかもしれないですけどね、はい、よいしょ、頭もつけてみて、はい、それではね、合体ということでね、はい、はい、こんな感じでね、多分ここのガードがあるんでそれほど気にならないかなと思います。はい、いかがでしょうか。こんな感じでね、胴体も伸びて足も伸びて、はい、かなりねかっこよくなっていたんではないかなと思います。今回は胴体、次回ね、首というか顔がね下向けるようにする加工とこの肩の部分どうするかね、はい、やっていこうかなと。前回の動画でねここをちょっと隠してこう斜めにした方がぽいんではないかなと思いましたね。そういう加工をするのか、もしくは簡単にできるようにね、何か別の方法を考えてねするかですね。はい、で、アハにねこんな感じで、体ここまではねすごくプロポーション良くなったんですけど、腕がねやはり短く感じるんで、腕の延長とかもしてみたいなと思っておりますのでね、次回腕の延長、顔の角度なのか胴体なのか分かんないですけどね、ボリューム3この続きもね飽きずに見ていただけたらなという感じです。今回はガンダム
ガンプラスターターセットのガンダムをかっこよくするのボリューム2胴体の延長でした。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもやっております。そしてメンバーシップ制度もね始めましたので、よろしければね画面のこっち側にメンバーになるっていうボタンありますのでね、特典も後ほどね、メンバーシップ始めましたというね動画も作ってね、皆さんにお見せ、しようかと、見ていただこうかと思っておりますのでね、そちらの方詳しくそちらの方を見ていただければなと感じでございます。それではさよなら。